パナソニックバーサーズ4番大竹一成です。現在コロナウイルスの影響で自宅に自粛しているという期間が続いていますが、この期間はとてもストレスがたまり外に出れないというすごい過酷な日々だと思いますけど、学校に行けないという悲しさもありますが、その悲しさを逆に楽しみに変えて、自宅学習で何かができるっていうことを自分たちで探して、楽しい時間、いかに有意義な時間を過ごして、学校に行ける時の楽しさを学校に行った時に爆発できるようにしっかりと我慢して今を大切に過ごしてください。僕は今自粛期間中の中でしっかりと家の中でトレーニングをしたり、料理をしたりと息抜きをたくさんしているので、これから長い自粛期間になると思いますが、共に頑張って、コロナに立ち向かっていきましょう。